ケールハウヤは、ノルウェーのスワールバル諸島に位置する白秋前期の、旋回の堆積物から発見された、オフタルモサウルス科の魚流の属。この属には、敬乳ただ一種の実が含まれており、この書は2010年に発見され、2017年に、デルセットラにより記載された標本一つに、基づいている。巨大な実を有し、姿はイルカに類似する。全長は4メートルと推定され、 腸骨の幅広い上端部や大腿骨と比較して短い座骨地骨により他のオフタルモサウルス科の魚流と区別できる。系統解析によりオフタルモサウルス科の基盤的な位置に置かれているが、これは化石の断片性から誤りである可能性がある。ケールハウヤが発見された場所を示すスピッツベルゲン島の地図2004年から2012年にかけて、 スピッツベルゲン中世代調査グループが行った発掘の結果、ノルーエース・バールバル諸島スピッツベルゲン島に位置するアガード・ホーフ・ジェレット・ソース・ロツモやメンバー武装のラーガーシュテッテの路頭から多数の魚流の標本が回収された。この路頭はアンモナイトの創女からジューラ・キコーキ・ウキチトニアンキから白・アキゼンキ・ベリアシアンキに該当する可能性が高い。以前には この場所から、クリオプテリギウス、パルベニア、ヤヌサウルスが発見、記載されている。オスロ大学で魚流の標本が4つ製作され、後に2016年に記載された。このうち、ベリアシアン期にあたる、スロツモイア武装から2010年に発見された、p m 222.655は、ケールハウヤの模式標本となっている。 この繋がった部分的な骨格は左側を下にして横たわっており、噴部の一部、脊椎及び前方のお c 右前肢及び胸体、腰帯の大部分、両大腿骨から構成される。頸椎のすべてと脊椎の一部が失われているため、発見されている椎骨に正確な番号を割り当てることは難しい。記載された他の3つの標本は2011年に発見された。 p m 2 2 2 6 PM 7 0と p m 2 2 7 9 3 2及び2007年に発見された p m 2 2 2 6 6 2である。ケールハウイアの俗名は1827年にスピッツベルゲン島へ調査のためをもむいたノルウェーの地質学者ボルイザー・マティアス・キールハウを称えたものである。一方で種賞明の縫いは 環境組織ナチアオージーンダムの頭文字から取ったもので、ケールハウヤが記載された2017年に50周年を迎えた。部分的に保存された模式標本から判断して、関連するオフタルモサウルス科の魚流、クリオプテリギウスとの比較に基づき、ケールハウヤは全長3.8から4.3メートルと推定されている。上腕骨の突上となった。 上端部や滑らかな側面から、死亡時にはこの標本となった個体は、生体内視生体に、ごく近い段階であったと見られている。ケールハウヤーの噴部断片と、椎骨噴部のごく一部しか発見されていないものの、アエニロサウルスのものよりも長く、クリオプテリギウスやカイプリサウルスのものにより類似すると、考えられている。 血管が存在する浅い溝が顎の側面で確認できる。10本の歯が保存されており、円錐型で先端が細く、わずかに湾曲していた。仙骨よりも前方に存在した椎骨の正確な数を推定することは難しいが、少なくとも43個以上存在したことが示唆されている。これは、アサーバスカサウルスの42個やナノプテリギウスの41個。 プラティプテリギウスアメリカヌスの37個を上回る。一方で、プラティプテリギウスアウストラリスの46個を下回っており、アエギロサウルスやクリオプテリギウス、プラティプテリギウスプラティダクティルスに至っては50個の椎骨が存在していた。後方の脊椎は前方に近い脊椎よりも広く長くなっており、前面と後面は丸みを帯びている。第 1BC は、 椎骨の中で最も長く広いが、その後方の OC は、急速に短くなる。それぞれの神経棘はその下にある脊椎と同等の長さであり、これはクリオプテリギウスに近いがオフタルモサウルスとは異なる。ジェンガサウルスと同様に、前方に位置する神経棘は対応する椎骨よりも長いが、徐々にその長さを失っていく。神経棘の先端は、 骨の最も薄い部分であり、クリオプテリギウスやプラキプテリギウスアウストラリスとは違って切れ込みは入っておらずまっすぐである。肋骨は長短においては8の字型の断面を持つが、底部においては明瞭でなく、これはアカンプトネクテスやモレサウルス以外のオフタルモサウルスか下に共通する典型的な特徴である。配側のアバラ骨の長さは、 約75から81センチメートルに達する。一方、最前部に近い腹肋骨は2から5センチメートルに、過ぎない。ケールハウヤの肩甲骨、鎖骨、右甲骨、上腕骨ケールハウヤの肩甲骨は、前端部で線上の肩甲突起に向かって広がった、比較的まっすぐなブレード状の構造を持つ。クリオプテリギウスやシステロニアおよびプラティプテリギウス、 ヘルキニクスに共通した特徴であるが、アカンプトネクテスとスベルトネクテスほど発達してはいない。肩甲骨には肝骨薄というより、むしろ関節下が形成されており、関節下は肩甲骨の底の表面に達していない。これはスベルトネクテスと共通し、クリオプテリギウスとは異なる特徴である。広く広がった肩甲骨の部位は中央付近で最も広くなっており、 わずかに下を向いていた。肩甲骨の厚さは比較的均一であり、これはアカンプトネクテス以外のフタルモサウルス科の魚流と特徴を意味する。鎖骨は胸体の他の骨とはつながっておらず、胴体の正中線に向かって突出した正面下炎上で厚く発達している。この構造は短く、正面から見ると正方形である。 他のオフタルモサウルス下魚流の大半においては、同様の構造は指のような形をしているが、オフタルモサウルスの標本にはケールハウヤーと同様の構造を持つものが数点存在する。肩甲骨の背部は湾曲した点に向かって徐々に細くなっており、これはオフタルモサウルスやバプタノドン及びヤヌサウルスと共通する。右甲骨は腎臓のような形状をした骨で、 幅と長さが同程度である。クリオプテリギウスやナノプテリギウス及びスベルトネクテスではケールハウヤほどの幅はない。オフタルモサウルスやアースロプテリギウスと同様に鳥口骨の前縁部にはくぼみが発達している。また小中線の正面に隆起が存在するが、これはオフタルモサウルスとアカンプトネクテスに共通し、 カイプリサウルスやプラティプテリギウスアウストラリスと異なる形質である。肩甲骨との関節面と関節下は明確に分かれており、これはスベルトネクテスト共通しアカンプトネクテスト異なる。肩甲骨との関節面の長さは関節下の45%程度しかなく、クリオプテリギウスでは50%である。また、二つの関節面の長さは ヤヌサウルスのものと一致する。上腕骨には発達した突起が2つ存在する。背側には長く尾根状の比較的控えめな突起が存在し、他のオフタルモサウルスかの魚流と比較して、非常に短く、上腕骨の半分の長さにも満たず、ウンドロサウルスとアエギロサウルスに共通する。オフタルモサウルス、ブラキプテリギウス、パラオフタルモサウルス、 クリオプテリギウスにおいては上腕骨の半分の長さにまで達し、アースロプテリギウスやプラティプテリギウス各種はさらにそれを上回る長さを誇る。もう一つの突起は胸三角筋が付随する突起であり、これも上腕骨の長さの半分未満というオフタルモサウルス科の中では小さな部類でアースロプテリギウスやヤヌサウルス及びプラティプテリギウス、ヘルキニクスに共通する。 オフタルモサウルスでは上腕骨の半分の長さと等しく、システロニアやアカンプトネクテス及びプラティプテリキウス、アメリカヌスでは上腕骨全体の長さと等しい。上腕骨の中央は最大幅の20%ほど細くなっており、肩は上端よりも大きい。肩には3つの関節面が存在し、全体軸方向の部位との関節面、頭骨との関節面、 尺骨との関節面である。スウェルトネクテス、ナノプテリギウス、プラティプテリギウスハウタリ、プラティプテリギウスプラティダクティルスは二つの関節面しか持たず、マイアスポンディルス、アエギロサウルス、ブラキプテリギウス、プラティプテリギウスアメリカヌスは三つの関節面を持つ、ものの第二の面は別の骨と繋がっている。クリオプテリギウスは左上腕骨に二つ、 右上腕骨に三つの関節面を有する。また、プラティプテリギウスアウストラリスとプラティプテリギウスヘルキニクスは四つの関節面を持つ。ケールハウヤの腸骨、座骨恥骨、大腿骨ケールハウヤの腸骨は、オフタルモサウルスかの他の魚流と比較して、非常に短く、この点では、アエニロサウルスのみが近い形質を持つ。 体の後方を向いた腸骨の側面は黄状になっており、オフタルモサウルスとアサバスカサウルス及びヤヌサウルスと共通する。ただし、アサバスカサウルスとヤヌサウルスの黄状構造はより卓越している。腸骨の下場に位置する肝骨スは腸骨の他の部位と比較して厚くなり、明確な関節面を持たない。腸骨の上端は肝骨スの端の1.5倍の 幅を誇る。座骨と恥骨は融合して、台形の骨を形成しており、もう一方の円の1.4倍の幅を持つ広い円を、正中線上に有する。ただし、アエギロサウルス、ヤヌサウルス、オフタルモサウルス、アサバスカサウルスと比較すると小さい。この骨の完全な融合は、ヤヌサウルス、スベルトネクテス、アサバスカサウルス、アエギロサウルス、 カイプリサウルスそしておそらくプラティプテリギウス、アウストラリスにも見られる形質である。一方で、オフタルモサウルス、クリオプテリギウス、ウンドロサウルス、パラオフタルモサウルスでは骨に小さな穴が残っており、完全には融合していない。本来チコ骨であったと見られる部位は同じ骨の他の部位よりも厚い。またオフタルモサウルス科の中では唯一、この融合した骨が大腿骨よりも短い。 上腕骨と違って、ケールハウヤの大腿骨は、上体下端ともに同じ幅であり、中央部は上腕骨と同じくわずかに細い。上端は前円部に沿ってかすかに厚い。アースロプテリギウスと同様に大腿骨の背側腹側の突起は大きく縮小しているが、これはオフタルモサウルスと反する特徴である。下端には、 頸骨と繋がる関節面と肥骨につながる関節面の二つが存在し、これはプラティプテリギウスヘルキニクス、プラティプテリギウスアメリカヌス、プラティプテリギウスアウストラリス及びパラオフタルモサウルス以外のオフタルモサウルス科に典型的な特徴である。なお、例に挙げたものは関節面を三つ有している。ケールハウヤが持つ二つの関節面の大きさは等しく、 飛骨との関節面はわずかに後方向き120度の角度を成していた。2017年にケールハウヤはオフタルモサウルス科に位置付けられた。これは前肢の前縁に切れ込みが存在しないことや上腕骨の前方に付属する骨との関節面が存在することが根拠である。系統発生解析においてもケールハウヤはオフタルモサウルス科に分類されている。 しかしながら、頭部の骨が欠けているために、オフタルモサウルス科の中での関係性を解明することは困難である。ケールハウイヤは、オフタルモサウルス科の基盤的な位置に配置されているが、これに対し会議的な意見もある。なお同様の問題は、ウンドロサウルスについても言うことができ、全種がクリオプテリニウスに類似しているにもかかわらず、基盤的な位置に配置されている。ケールハウヤは、 様々な特徴により、同時期の生物と区別できる。クリオプテリギウスと異なって、上腕骨と尺骨の関節面は後方を向き、座骨と地骨は完全に融合し、開口を持たない。上腕骨の強度は、ヤヌサウルスに劣り、同時に大腿骨の背側、腹側の突起も発達していなかった。これらの特徴及び固有派生形質が、 ケールハウヤが独立していたことの証拠となっている。ケールハウヤの記載論文において行われた魚流の体型比率に関する統計分析により、魚流の進化史において、彼らは腸骨を相対的に著しく縮小させる、進化はしなかったものの、大腿骨は上腕骨と比較して巨大化する進化をしていたことが示されている。ケールハウヤの腰帯、大腿骨、 上腕骨は小さいが、パルビペルビア類に属する魚流としての正常な範囲内に収まっている。アガードホーフジェレットソースロツモイアブソは、ケールハウヤが発見されたそうであり、シルトガンとケツガンの混合物から形成されており、深海堆積物に近い旋海環境に堆積した。海底は、水面の150メートル下に存在し、再接性堆積物により、 定期的に参加されていたものの、酸素は比較的に欠乏していた見られている。しかし、武装の最上部では、冷水流出体に関与する多様な群の無脊椎動物が発見されており、アンモナイト、下から綱の湾足動物、二枚貝、くちばしから綱の湾足動物、チューブワーム、ベレムナイト、ホリアシズナ、海面動物、海ゆりナ、ウニ、オニヒトデ、ヒトデ、 複足砂、複足ナ,ナなど54の分類群を含む。冷水湯出体の外側では、このような無脊椎動物が多様に生息していたということである。2017年の時点でケールハウヤの4つの標本の他に、スロツモイアブソウでは、巨流標本が多数発見されており、クリオプテリキウス、パルベニア、ヤヌサウルスの模式標本もこの中に含まれている。また、 2018年には、パルベンニアの第二の標本も発見された。さらに、同地域から、主張流の標本が21個知られており、巨大なプリオサウルス噴径が2体、キャリンバソリススバルバレンシスが3体、スピトラソリスウェンザシーを呼び映すラーソニーが、それぞれ1体発見されている。これらの標本の大半は立体を保った状態で、保存されており、部分的につながっている。 このことから、これらの標本が埋没した堆積物に有機物が豊富に存在したことと、局所的に無脊椎動物が存在していなかったことが示唆されている。ありがとうございます。